三味線のいろんな音階をね、メドレーでつなげていったんですが、うん、今回はですね、はい、三味線の音階の違いですね、を説明していきたいと思います。主にですね、三味線で使われる音階ですね、3つ、主にですよ、はい、いろいろあると思うんですが、1つ目がですね、あのジョン・カラウシとかでよく使われるこの、11、12、13、14、16、19とかですね、まあ、5音階ですよね、うん、これ三味線だと、まあ、ジョン・カラ音階音だと勝手に僕はね、民謡音階、民謡音階、うん、平調子とかもあるんです。あ、平調子、簡単に言うと暗い音階、平調子っていうのがあるんです。あ、はいはい、あれの4番目と6番目と9番目と10番、はい、とっていう音あるんですよ。あ、ことのとっていう音、上に上げると、はい、今みたいな民謡音階とぴったり合いますね。はい、ギターとかのね、パワーコードっていうか、ロックとよく合いますよね、うん、この音階はすごいこう元気が出るというか、うん、力をもらえる、まあ、パワフルな音階ですよね、うん、ギターのなんかパワーコードね、ドソードっていう、まあね、結構力をもらえる音階というか、元気をもらいたい時とか、元気になりたい時とかですね、うん、使うといいよな、いいと思います。まあ、主に使うツボがこの0、3、4、6、9、10、11は、で12、で13と、で14、で16、はい、で19、まあ、この5つの音ですね、これをよく使うんですね。12で10、14で13、うんうん、まあ、この音階をなんか弾いてればちょっとジョン・カラっぽくなるというですね、03で、これはまあちなみにカエルの歌で弾くとジョン・カラの音階ですね、おでカエルの歌を弾くと、これをジョン・カラの音階でいくと、雰囲気が変わるというですね、これが一つ目の音階ですね。二つ目の音階は、皆さんよくご存知のドレミ調というものですね、はい、ドレミアソラシド、まあ、ツボで言うと0、2、シャープ、4、で6、8、9、10、ドレミがソラシドって言うんですね。これはよく馴染みのある音の並びというかね、よく使われる音階ですね、うん、これだと何でも弾けるというような感じですね、ほとんど弾きますね、はい、ヒット曲の糸とかも弾きますね、はい、で、ナダソーさん、
ちょっと雰囲気が変わるというですね、うん、はい、これがまあ2つ目のメジャー調査ことだと何て言うんですか、これ。あ、これはね、はい、乃木調子さっき469と11番目って言ったんですけど、はい、それを半音上げますね。半音上げる。で民謡調も弾きたいなと思ったら、はい、一音上げます。あ、一音上げると。でこれチューニング間違えて弾くと、はい、ちょっと間抜けな桜になった。桜弾いてる本人は桜を弾いてるつもりだけど、聴いてるお客さんは、え、何の曲や、何の曲や、何の曲や、なるほどですね、はい、はい、これが2つ目の音階と、明るい、明るい感じですね、気持ちが明るくなりたいという人はいつか、そう、はい、もう一個ありますね、実は、はい、もう一個出ました、もう一個ですね、あの、ジョン・ガラ音階、さっきね、これ、ジョン・ガラ音階、まあ、ジョン・ガラ音階って言うんですけど、これ、はい、習いたての人、はい、指が開かないんで、あ、指が開かない、3じゃなくてみんなシャープを押しちゃうんですよ。あ、これね、オクターブ音階で、ジョン・ガラの要素ゼロ、三振になってしまうんですよ。なのでみんなこのたった数センチの差ですよ、はい、間違いない、よくずれるんですね、間違いない、はい、で、3つ目の音階が和音階というか、0、1、4、6、7、10、なんとも風情のある、はい、まあ、桜桜とかね、こう、ね、東京の、これね、なんかこう日本的というかね、粋な感じ、いろんなね、こう曲に、なんかこれを聞くとね、和というか、和、日本っていう感じですね。踊りなくなりますね。はい、一番ね、こう、結構三味線弾かれる方でもこの音階好きという方が多いんですけど、うん、これで弾くとね、結構和の感じというかですね、大和魂というか、日本らしさを感じるような音階ですね。日本独特の音階。主にこの3つの音階を使ってですね、三味線をやるということですね。はい。はい、まあ、どの音階もね、やっぱりもう魅力的な音階というか、それぞれね、いろいろ特色があるのでですね、ぜひチャレンジしてみていただければと思います。はい、ということで、今回は三味線の音階についての説明でした。またね、なんかいろいろコメントとかいただければ、いきますんで、はい、チャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。この音階新得のね、はい、いろんな楽器と合奏するときにすごい便利です。あ、いいですね、はい、はい、すごい便利なんで、ね、これ3つの音階が必要な、あ、だから次回は今度の調弦ですね、うん、そう、はい、調弦、そうそう、調弦をちょっと説明していきたいと思います、思います、はい、では次回もお楽しみに。左手の人差し指に巻きます。巻きます。まあ、細棹っていうだけあってですね。細棹ですね。名前の通り。はい。無謀チャレンジです。それでは、お手前尺、よー